パトリック・デンプシーはアメリカ合衆国の俳優、レーシングドライバー。ルイストンでセールスマンの父、学校事務員の母のもとに生まれるアイルランド系アメリカ人。身長は179センチメートル。10代の頃はジャグリングに熱中していたという、スキーも得意。舞台、トーチソングトリロジーのオーディションで見出され、舞台ツアーに同行。その後、 メイン州やニューヨークでも舞台に立った。映画デビューは1985年。初期の頃は、アイドル的な青春映画が多くいくつか主演するも、人気は徐々に下降し、1994年から1990年代、末期までの低迷期を得て、2000年代に入り、脇役ながら、作品の質、内容は向上しさらに、テレビドラマ、クレイズ・アナトミーでブレイクし評価された。 2000年代後半以降は映画においても、フリーダムライターズやディズニーのヒット作、魔法にかけられて、などで、中心的な役として出演するようになり、2008年には、近距離恋愛で主演。2002年には、ディズニーの OVA アニメーション作品、ブラザーベアニで、主人公機内の声優を務めた。ルマン24時間レースにて、ルマン24時間レースにて近年は、 レーシングドライバーとしての活動でも有名であり、世界選手権クラスでの優勝を含む数々の好成績を収めている。またクラシックカーのコレクターでもある。現在は自らの名前を冠した、デンプシー、プロトンレーシングのチームオーナーとして FIA 世界耐久選手権にシーズン参戦している。また過去にはアメリカグランダム GT シリーズに マツダ RX-8 で参戦したほか、アメリカンルマンシリーズにも参戦していた。グランダムシリーズでも自らマシンドライバーも務めていた。2016年3月に本人曰く家族と私の俳優としてのキャリアを考え、レーシングドライバー活動を一時休止することを発表したが、チームオーナーとしての活動は引き続き行う。2009年には、 ルマン24時間レースに出場。2011年6月9日にはマツダ787バイトをルマンでデモドライブしたほか、前述のマツダ RX-8 でのレース参戦など、マツダとの関係が比較的深い。2013年1月には、サッカー選手のアレッサンドロ・デル・ピエロが伝布し、レーシングの共同オーナーに就任することが発表された。 同年のルマン24時間レースでは、エレメジット、アムクラス3位を走行し表彰台に手が届きそうだったが、惜しくも4位に終わった。2015年は、FIA 世界耐久選手権に、デンプシー、プロトンレーシングのオーナー兼ドライバーとして、エレメジット、アムクラスでフル参戦。マシンは、ポルシェ 911RSR である。 2015年6月10から14日に行われた第3戦、ルマン24時間レースでエレメジット・アムクラス2位に入賞し、念願の初表彰台を獲得した。さらに2015年10月9日から11日に行われた第6戦、富士6時間耐久レースではエレメジット・アムクラス初優勝を果たした。 レース戦績最初の結婚は21歳の時で、相手の女性は48歳だった。しかもその女性は、親友の母親であり、親友も1歳年上であった。彼女とは1994年に離婚し、その後、ヘアスタイリストのジリアン・フィンクと1999年7月31日に再婚した。カズメジナを設けて、現在ではンジの父親、 2015年にジリアンとの離婚を申請したが、2016年に撤回したと報じられる。ありがとうございます。